はい、速稼塾の久保です。 FX の解説をね、今日火曜日の夕方16時33分ですけども、この週足からしていきますね。週足でまず注目するべき点っていうのはこちらですね。まあ、こちらしかないんですけども、今最新の週足の線っていうのは赤い陽線で出てますよね。でその前が陰線で出てます。で窓を開けた状態になってるわけなんですよ。で窓開けの意味が分かんない方はすみません、また今度解説しますので、ここまでで終了してください。窓開けを理解している方はちょっとこの後のね解説も聞いていただきたいんですけども、窓を開けてで陽線が出てますよね。で週が開けたばかりの時って陽線がねこういう風な形になってたんですよ。こうね、上髭を目いっぱい出して下髭が短くって陽線という形ですね。この時に私が何を考えるかっていうと、何を考えてるかというとね、窓を埋めにかかってないなと思うんですよ。窓埋めにかかってる陽線っていうのは同じ髭を出していてもこうなってるはずなんですよ。下に行く可能性が少なくて上に行く余地が残ってるような陽線だということなんですよね。もちろん陰線だったら全然窓埋めに向かってないっていうふうに余計思うんですけども、陽線だと窓埋めにかかるかな、上昇に向かっていくかなと思うんですけども、その陽線の中でも上髭の長い陽線はですね、ちょっとその見込みが薄いなと思って、陽線が出ている週明けなんだけども、この窓は、まあ、埋めないんじゃないかなと、むしろ今週は売り戦略で取ろうかなと思ってるわけなんですよ。で、その前の週っていうのは、短期間でね、N 字が連発するようなところだったんで、結構エントリーポイントが多く見出せたんですけども、今週は週足で売りっていう風にしてますから、どこで売りに入るかっていうのが、まあ、月曜なのか火曜なのか水曜なのか木曜なのかっていう風に1日単位で見ることになるんで、エントリーするポイントっていうのは1日ごとに決めることになりますよね。でおそらくですけども、今日とは言わないですけど明日の朝あたりがエントリーするベストポイントになるんではないかなと思うんですよ。ではその辺もお話していきます。次はこれね、デイリーなんですけども、デイリーで見ていただきたいのは、確かに週を明けたばかりのこの一発目のね陽線は上髭出てるでしょ。でも次の陽線ってのが上髭ではなくて実線を出してるわけなんですよ。どちらかというと下髭が出てるんで下に行く力が弱まってるんですよね。だからこの辺からもしかしたらじわじわと窓を埋めに行く方向に向かうんではないかなと思います。ただ窓は埋めないと思うんですよね。では次は1時間見て、4時間か、4時間見てみます。4時間を見ると、窓のある位置っていうのが皆さんもご存知ですね。この辺ですよね。で、移動平均線は3本とも4時間で下に向かっているところが見えます。そして、陰線陽線4時間足っていうのがここに固まってますけども、大体同じ長さで交互に入っているような感じなんですよね。で、上髭も下髭も同じようなバランスであるなというところで、これはまあレンジに入っていて若干上に行くかもしれないけども、移動平均線を加味して考えると下に押さえつけられながらのちょっとね微増というかわずかな上昇角なのかなと思います。まあですんで少し上がったらもう下にねぐっと下がるんじゃないかなと思ってるんですよ。そういう意味では今この瞬間も売りにかけてもいいのかなと思うんですけども、1時間足を見てみるともう明らかですよね。1時間足のトレンドっていうのはもう売りにしかないわけですよ。で、ちょっとここで調整して組み上げても、やっぱりドーンと下に下がる勢いのが強いと。で、今ちょっと上向きになってますよね。で、この窓をどうするかなんですけど、埋めないまんま、おそらくですけどもね、ここら辺がかかってくると思うんですよ。ちょっと一回消しますか。ここ。この辺りのゾーンといいますか、抵抗に触れる形で、完全に窓を埋めずにですね、下がるんではないかなと私は第一仮説取ってます。第二仮説はもう今晩中にでも下がっていくということですよね。このいわゆる、ヒゲ先に触れたか触れないかぐらいのところで。まあ、ですんで、昨日、今日と、この2日間で売りエントリーしちゃった場合は含み損がもしかしたらね、抱えられてるかもしれません。まあ売りに入った人でもこの辺りで売りに入ってる人だったら全然いいんですけども、どっちかって言ったらね、この辺で売りに入っちゃった人はきついですよね。で私が売りに入るエントリーポイントを売りで見るときっていうのはギリギリまで上昇したのを引きつけてっていうことになりますんで、
まあ、上級者の方はこのゾーンにかかった時ね、このゾーンに入った時に売りにかかるということでいいんじゃないかなと思いますね。中級者初級者の方はどこで入るのかっていうのはちょっと今回判断つきかねるんですけど、他で入るところないんで、まあここだけですね、うん、ここで売りに入らないんだったらもう入るところがないって感じです。もう逆にもう売り戦略が間違っていて、一応窓を埋めながら別の展開に行くかみたいなね、根本的な読み違いがあるんじゃないかなと思いますよね。ただ全体の流れは売りに転じてますし、今ね調整入って組み上げてるところですけども、窓を完全に埋めるとこまでは上昇せずに下がっていく、これで大筋の流れはいいと思います。ということでね、明日エントリーを売りで入るんではないかなというふうに感じてますね、今ね、明日の朝とか。まあもしね深夜の方で大荒れがあったら、もうこのここまで詰めてきた、策定ももうご破産ですけどもね。まあそんな感じで見ております。皆さんいかがでしょうか。それでは失礼します。